こちらはアテネ国際空港です。今日乗るのは17時発 A3972 便エーゲ航空のティラナ行きです。の7番ゲートです。チェックインカウンターはこちらになります。横に並んでるんで見つけるのが大変です。今回乗るのはアテネからティラナ行きエーゲ航空972便です。搭乗手続き始まりました。混んでるようです。出発は17時でほぼ定刻の出発で満席です。機材はエアバスの320-200型です。エーゲ航空はアテナを中心に動いているギリシャの航空会社です。まずヨーロッパ全域、それから旧ソ連邦、それからロシア、地中海に飛行機を飛ばしています。エーゲ航空のシートピッチは手前です。前ね、お膝がおつきそうです。後ろモニターはありません。こちらティラナに到着しました。もうイミグレーションも5分もかからずに通過しました。アルバニアの飛行場はとってもシンプルで、ここが到着になります。ここから出発します。でその後ろにこことボーダフォン SIM 売ってるところあります。で出てこの携帯屋さんを横目に両替所は、あの赤いのが両替所です。ATM も3台あそこに並んでます。日本のクレジットカードでお金を出すことができます。ですぐ横にチェックインカウンターがあります。このフロア1つで、チェックイン、出発、到着、それから全部賄えるということなんで分かりやすくなってます。 Wi-Fi は出発の方で使えます。 Wi-Fi を使いたい場合はこの出発ゲートのチェックインカウンターの向こう側の方だと使えますから、 Wi-Fi はちょっと遅いですけれども挑戦してみてください。これからスカンデベル広場に行こうと思います。スカンデベル広場はティラナの中心です。バスは出て左側の、ターミナル出て左側の方にあります。あちらの入り口からまっすぐ歩いていって、このバスがスカンデベルク広場行きのバスです。1人300レクです。夜のスカンデベル広場到着しました。わあ真っ暗。こちらのバス停から空港行きのバスが出発します。ティラナからは朝7時から1時間おきに23時まで、空港からは8時から24時まで運行しています。アルバニアはすっごい人がいっぱいいます。こちらでどこか分からなかったら早速教えてくれました。ありがとうございました。センキューベリマーチ。お名前、your name アメラさん、メイリーさん、センキューベリマーチ、ありがとう。ですね、アルバニアはとってもいい人がいっぱいいるということが分かりまして、これから楽しみです。